チェロソナタ第1番補単調作品38は、ヨハネス・ブラームスが作曲した1番目のチェロソナタ。ブラームスは生涯で2曲のチェロソナタを残している。第1番より以前に、ブラームスが18歳前後に作曲した、チェロソナタが2曲存在する。最初のチェロソナタは1851年頃に作曲され、同年の7月5日にハンブルクで行われた。 演奏会で演奏されたが、ブラームスの自己批判によって完全に破棄された。さらにもう一つのチェロ・ソナタは、第一番の感情楽章として1862年に作曲されたが頭を悩ませた末に削除され、その後、第二番で再び用いられたという。結果的に、第一番と第二番が今日に伝えられている。第一番は1865年の夏に、 完成されている。作曲が始められたのは3年ほども前のことで、1862年には、第1楽章が完成していたようである。さらに、それより、前の1857年頃から、ブラームスは、ドイツレクイエムの作曲を進めており、そのためもあって第1番の完成にはすぐに、こぎつけなかったという。第2楽章は1865年の2月に、 完成し、ついで第三楽章は、同年の夏に書き上げられ、全曲の完成を見た。ただしブラームスは、本来このチェロソナタを全四楽章の作品として、構想していたが、上記の通り感情楽章を削除したため、全三楽章の作品となった。感情楽章を置かなかったことは、大先輩のベートーベンに習ったと思われる。全三楽章の構成で、 演奏時間は約27分。第1楽章第3楽章。ありがとうございます。